騎士と貴族のしきたりは似ているわ。ただ騎士は小難備えあれば憂いなしだ。ご孔明はかねてから伺っております。お会いできて光栄です。私は、聖陽雲、名を金と申します。今は、雲感社の座長を務めております。最近、私どもの劇団は、和遊茶館に属しておりますので、お時間がありましたら、ぜひ劇を見にいらしてください。今日はあなたの誕生日なのですか？宴を開くほどの力は私にはありませんので、あなたには芝居を披露することしかできません。ですがこの曲はあなたのためだけに歌います。何が聞きたいですか？あなたが決めてください。チャック、ホーン、旗よ、ここに飛雲旗、槍よ、命に応えよ、陸力同心、一個先、見てみますね。旅で使えそうな物資でしょうか。遠慮せず持って行ってください。衣装が台無しにならないといいのですが、立て直さなければ。まだまだこれからです。これが曲の終わり。どうしようもありません。これ以上歌えません。落ち着かなければ。情けないです。強烈な一撃ですね。ソーリー。今日はどんな芝居をするのでしょう。あなたからのお招き、断るはずもありません。ソーリー。今日は。あなたからのお招き。参ったな。へっ、人心冒険者はいつも同じ話を繰り返す。よっ、とー